感謝 vs 教育ママ。最初は安くしとくから、一回やってみ。マジぶっ飛ぶよ。ちょっと、うちの子に何売ってるんですかあ楽しい気分になれる薬だよ。お母さんもどうちょっと、お医者さん。医者じゃないよ。えだって、医薬品を取り扱うのは医師ぐらいでしょあ？見てわかんない。俺は医師じゃなくてな。 薬剤師だよ。あのね、薬剤師さん。薬剤師でもないよ。反射だよ。わかるかえ反射、射じゃ、それって。そうだよ。いいからこれ買いいや、そんなの買いませんよ。拒否権ねえよ。買わないなら、痛い目に遭うぞ。そんな、もうわかりました。前通り。ほら、じゃあ出すもん出せ。あ、あ、はい。あ、ちょっと、ちょっと、ふっちゃん出して。早 <laughs> く、はい、早く出せ 早く保険証保険聞かないよ適用外に決まってるでしょ金出せ金。えいや、でも今、小銭しかなくて。あおいおい、いい財布持ってんじゃねえか。えわかりますこれ、グッチってやつなんですけど。褒めたんじゃねえよ。もう買わなくていいよ。でも、俺のことは誰にも喋んなよ。そんな、不可能じゃないですか。あなんかあんのか私、 死ぬほど口軽いのに我慢しろそれはお前のさじ加減だろいやいや我慢しよう我慢しようって思ってても気づいたらやっちゃってるんですう,うわこでも誰かに喋ったらその時は責任取ってもらうぞ責任ってどうやってお前の指差し出してもらうことになるなやだ指輪のサイズとか言っといた方がいいですかえプロポーズじゃないよ小指だよ小指切るんだよ小指 どっちのどっちでもよくないじゃあ、左かなあ、まあ、左なら、ま、うん、うん。うわ、んうん、怖っ。えなんか、食いすぎちゃダメなもんとか食ってる食いすぎちゃダメなもの年はたくさん食いましたね。オーバードーズですね。うまいこと言ってんじゃねえよ。もう話通じないし、帰っていいよ。警察だ。えお前が売人だって、街中で噂になってるぞ。<え>く 言うなって言ったのに。またやっちゃった <laughs> チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね